ゼニーです。今ね、JR 大阪駅に着きました。今日は今から歩いてヒルトンホテル大阪にレッツゴーです。めちゃめちゃ近くて見えてます。見えるかな。ヒルトンプラザウエスト、ヒルトンプラザイーストで、ヒルトンホテル、なんやろ、徒歩 1,2 分ぐらいかな。 1,2 分は言い過ぎか。やっぱり今日日曜日やけど、皆さんやっぱマスクしてますね。まだまだ30度ぐらいあるかな。めっちゃ暑い。ヒルトンホテルやけど、アップグレードしてくれて、ラウンジアクセス付きのエグゼクティブルームされたんで、またラウンジもレビューしたいと思います。ちょっとこのまま行こうか。3302エグゼクティブのキングベッドですね。Wi-Fi も使えて、3時からアフタヌーンティーですね。17時半からイブニングカクテル。楽しみだ。19時ぐらいにはもう記憶なくなりそう。めっちゃ丸ビル。よう行ったな、昔。ああ、いい景色やな。これ、こっちや、東側か。向こう側のとか。あ、綺麗ね。夜景めっちゃ綺麗そうやな。深いな。浴槽深いな。深いタイプなんだよ。
れたんで、アフタヌーンティーに行ってきます。アフタヌーンティーというかね、あのラウンジはね3階だそうです。ちょっと高層階期待したんですけどね。エグゼクティブルームとかお部屋は結構高層階らしいんですけど、ラウンジ自体は3階だそうです。朝食は2回。なんかね、エグゼクティブラウンジ、我が家のようにおくつろぎいただける空間として、ご滞在中はお客様のすべてのご要望への応えを通じ、快適なご滞在のご提供を目指しております。で、エグゼクティブラウンジご利用の際はカジュアルすぎない服装でお越しくださいと書いてます。映すな映すな。帰らされるかもしれない。
まして、今エグゼクティブラウンジ行ってきました。ちょっとレビューしたいと思います。まず総合的に、まあ、すごい良かったですね。まあ、ちょっと3階なのでもう少しこう景観が良かったらなとか思ったんですけどね。まず僕ビールがめっちゃ好きなんで、お酒なんですけど、ラウンジではとにかくまあ種類は全般ありましたね。ビールで言うたらドライ、朝日生ビール、ハイネケンの3種類ですね。で、あとカンパリ、ウォッカ、ジン、ブランデー、ウイスキー、ワイン、シャンパン、大体何でもありましたね。でワインは3種類で、赤ワインだけでしたね、僕が見た時は。まだね、日によっては違うかもしれないですけど。あとチーズも3種類ぐらいあって、まあワインに合いましたね。まあ10杯飲んでるんですけど、10杯飲んだんか。こう何時までやったかな、イブニングカクテルが17時半から19時半までで、結構ね混んでましたね。アフタヌーンティーの時は全然混んでなかったんですけど、イブニングカクテルの時はもうめっちゃ混んでましたね。最後5分前ぐらいの時にもバタバタなんか来てましたしね。で、あと美味しかったですね。うん、なんか期待値低かったので思ってたより美味しいなっていう、なんかこうサワークリームのようなのが乗ってたカナッペが意外に美味しかったですね。あとチキンのソテーかな、あれも美味しかったですね。あとプリンとかも意外と甘すぎず、ちょっとハード系の固めのプリンで美味しかったですね。あとね、店員さんがすごい感じよかったです。対応も5つ星やね。ちょっとこういう風にね、こう手をこうちょっと寒そうにしてたら、温度上げましょうかとかで、ブランケットも持ってきてくれて、すごい感じよかったです。ヒルトン大阪最高。以上レビューです。はい、おはようございます。ジェニーです。今からね、朝食に行ってこようと思います。2階のタコップキッチンというところで朝食が食べれるそうです。Let's go!6時半から10時まで、土日祝は10時半まで空いてるそうです。これどこ、では足元の段差気をつけてください。はい、ということでね、最後レビューなんですけど、ヒルトン大阪の朝食と一緒に語っていきたいと思います。総合的には結構気に入りましたね。とてもいいホテルでした。今回の宿泊料金ですけど、1泊28,444円でした。これでね、宿泊代金はもちろん、朝食プラス、アフタヌーンティープラス、イブニングカクテル。まあ、いわゆるお酒飲み放題で、まあ、軽食がついてる。
プラスプールプラスサウナプラス大浴場、これだけついてたらまあ満足でしたね。で、サウナも大好きなんでサウナも行ってたんですけど、サウナの温度は92度でしたね。で砂時計2つあって、だいたい8人ぐらい入れるようなスペースだったように思います。まあね、もう少し温度高くても良かったかなと個人的には思います。あとなんといっても大阪 JR 大阪駅から目の前なので、まあ、立地としては最高でしたね。あと朝食の時に、グルテンフリーのパンとかも置いてまして、これはやっぱりグルテン苦手な人からしたらとてもいいんじゃないかなと思いました。ちょっと僕はお口に合わんなっていう感じでしたけどね。でも本当にヒルトン大阪さんお世話になりました。めっちゃ良かったです。ぜひ6月からねインバウンドもだいぶ緩和してきてるみたいなので、ぜひね海外の方々日本に遊びに来てください。感染対策もバッチリでした。以上です。またねー。